皆さんこんにちは、けんです。まみです。今日はね、まみちゃんが名古屋の方に用事があるということで、私もついていきたいと思います。輪行自体、私初めてなんですよ、うん、ロードバイクの輪行袋あるけど結局したことないし、車での移動が多かったから、うん、折りたたみバイクでね、ちょっと初挑戦してみようかなと思ってます。初めてだから順番はめちゃくちゃやる。ハンドルが引っかかる。ハンドルが引っかかる。これでいいか。こういうことでね。こういうことか。初めて開けます。20インチだとやっぱ大変だから、大きいからこんなコンパクトにならない。もっと作業された方がいいかな。どう ?8 キロぐらいで余裕？まあね。まあ、電車で運ぶだけ。ああ、先頭車両か、うん、後方車両、一番後ろ、うん、が輪行しやすいらしい。なるほど。
まあスペースがいっぱいあるからだよね。今日平日だし空いてんだけど、もうガラガラなんだけどね。したいと思います。それでは行きましょう。ああ、こんなとこは走りたくないな。怖いね。買ったし、そう、自転車屋さん行って帰ろっか。